大元気は司馬将をよく支え、共に蜀を滅ぼした。蜀帝劉禅は安楽公に奉じられ、三国鼎立の時代は終わる。司馬将は天下統一のため最後の仕上げに取り掛かった。だが大元気の日常は変わらない。司馬将の成長を感じながらも毎日彼の世話を焼く。それは重責を負った司馬将にとっても耐え難い日常だった。シーシャオ殿、またどこに行ったのかしら。師匠殿。お。元気か。早かったな。政務を放棄して人の部屋で居眠り。お仕置きが必要のようね。ああ、頼むぜ。部屋に素直ね。最近みんなよそよそしくてつまんねえ。元気だけだ、前と変わらないのは。どんな立場になろうと、師匠殿は師匠殿。こうしてすぐに逃げ出してくるのがいい証拠ね。そうだね。疲れているなら少しだけ見逃してあげる。でもまたどこかに行かないように、ここで見張っているから。ああ、そりゃ助かるぜ。